第4問ですね。個人的にはこの問題は非常にやりやすかったです。答案書くのも10分ぐらいだったですね。で、なぜかと、着想がすべて、そのものの見通しの良さっていうのはすべて出るなと。もっと言うと、言い換えによって、どうにかなるなということに気づくかどうかっていうのはすべての問題ですね。で、やっていきましょう。で、問題読んで、括弧1番気づくんですが、これ、アイコール1と2の時を考えて、その面積一定だ、同じっていうことを言ってるんですけど、そもそもこれ、座標を与えてないんですよね、具体的な。で、であれば、これは座標に依存しないと考えるのが普通の人間です。で、じゃあヒントのなるのはどこにあるのかなと見たら、これは関数の形そのものにしかヒントはないと考えれば普通ですよね。というわけで、任意の三角形を PIHI を考えようというふうに思うべきところですね、ここは、まず。これは確信が持てるところだと思います。ダメだったら、他の手考えればいいわけで。で、関数 C に関しては、無理関数と、一次関数の合成ですね。足してやったもの。y イコール2分の 1x プラス、ルート4分の 1x 乗プラス2というふうになってますが、ここでですね、HI を考える上で、x っていうものが出てきますから、x との代償関係を考えてやりましょうと。交わる交わらないとか、どっちが上下とかありますからね。で、C から y イコール x を引いてやると、これは高等的に0、大なり0です。なぜかと。2分の 1x の2乗を、全体の2乗が4分の 1x 2乗より、プラス2よりも小さいからですね。というわけで、これは y イコール x の上の部分を C は常に通るということがわかります。ここの部分ですね。図の位置関係で言えば、ここはこういうふうになると。で、今宣言した通り、PI というものを設定したときに、XI がその X 座標です。で、YI という座標が Y 座標になりますね。で、ここで、X 軸に平行な点を打ってやる HI が、IT になるわけですが、これで、ここで Y イコール X 上に HI があるわけですから、そうすると、この HI の X 座標は YI ということになります。というわけで、三角形 OPIHI。こういう三角形ですね。OPIHI っていうのは、2分の1かける底辺かける、底辺かける、高さと。で、底辺は YI から XI 引いたものですね。で、YI は高さですね。で、これでわかると。で、この時点で、あーって思うと思うんですが、展開するとこういうふうになるわけですけどね。ちょうど、A-B、A プラス B の形になっているわけです。この辺でなんかうまくいきそうだなっていう気がしますよね。で、計算すると、うまいこと4分の 1xi 二乗がキャンセルして、括弧の積から出てくるのは2ですね。で、係数が2分の1がありますから、1で一定となって、目論見通りと。A ダッシュ、A ダッシュ。ということになるわけです。で、括弧2は、1、改めて図を書きますとですね、下のような図になるんですけども、今回の場合は X1 と X2 には代償関係があります。で、X1 に関してはこの上の図と同じような図を書きました。X1 の座標はここだとして、 P1 はここにあります。で、そこから平行に伸ばしてやったところに Y イコール X との交点が HI で、その X 座標は Y1 ということですね。で、少し先に X2 という座標を置きました。で、その Y 座標は当然 Y2。C 上にある点が P2 ですね。で、P2 と X 軸平行な点と Y 平行な線と Y イコール X の交点が H2。で、この X 座標当然また Y2 というような関係です。で、今求めたいのは OP1、P2。P1、P2 の曲線ですね。で、この、面積と。つまり、この図で言うところの、この三角形小さな1番としてください。で、この P1、P2 の曲線と、P1 から H1 の方向に伸びていく直線。で、OP2 との交点で区切った。この
三角形のようなんだけど、ちょっと湾曲している部分がある。この面積を4番とすると、1プラス4番を求めたいわけですね、今。で、普通に考えてこれ愚直にやろうというふうには思わないと思うんですね。その一つの理由には、括弧2番では、y1 と y2 を使って表してくださいねって言われてるわけですよ。そうしたら、座標として、x1 と x2 を使うってことはなさそうだなって思うのが通常です。つまり、例えば、この x1、p1、y2、x1 から p1 に行って、p1 から p2 に行って、p2 から x2 に行って、x1、x2。この4点、x10、p1、p2、x0 で囲まれる面積をとりあえず求めてですね、直角三角形 OX1P1 と OX2P2 をくり抜こうというような考え方は多分しないと思うんですよね。で、すると必ず x1、x 出てきちゃいますから、できるとは思いますが、後で変換すればいいので、y2 に、y1、y2 に。面倒そうかなというふうに思うのが普通だと思います。じゃあどうするべきかと。そもそも括弧1番のことを活かしてないんですよね。括弧1番で、分かったことっていうのは、この図で言う、分かると思いますけど、この狭いところ、P1 を H1 と OP2 との交点と H1 と O が作る三角形。ここの部分丸3番。で、この P1 から次はこの交点2つ、ここの直線と短いところの、今星が、出てるところの直線、短い直線と、X2Y2 と、OP1、P2 のこの一部の断片、ここの直線と、あと Y コレ X のここの部分の直線、囲む部分、これを2番というふうに考えてやった場合、括弧1で分かったことは、1プラス3の面積が2プラス3の面積に等しいということなんですね。ということは、1と2の面積が等しいということです。で、今求めたいのは1と4の面積を足してやったものですから、ということは、1たす4の面積は2たす4の面積、つまり P1 と H2 と H1 と P1 が作る面積ということがわかるわけですね。で、今言ったように、冒頭で申し上げましたとおり、Y2 の、あ、括弧2番の。これ Y1 と Y2 で表してくれと言ってるわけですから、普通に考えて Y 方向で、Y 軸方向に積分するのが普通だろうなということですね。そうすると、じゃあ今、C の逆関数 GY と置きましょう。いった場合に、インテグラルの Y1 から Y2 で、Y イコール X、つまり X イコール Y から、GY を引いてやったものを積分、Y に関して積分してやったもの、こういう面積になります。で、改めて GY 求めてみましょうと。様式の関数 C があります。これで2、2分の 1X、一番左上ですね。2分の 1X に関して左に移行して、両辺事乗してやれば、Y 事乗引く XY イコール2という形になります。で、これから X イコールに直してやると、GY イコール Y 引く Y2 という関数ができます。で、改めて代入してやると、この前の x というのは、これは x イコール y のことですから、その引いてやったものを y 分の2が出てきます。で、あとはもう積分してやれば、2のログの y1、y2 という答えが出てくるということですね。今これ喋ってて、まだ10分経ってませんが、一つ一つこれは癖のない問題ですね。テンポよくいけます。で、非常に筋も良ければ、あとは物の見方一つですね。最初の冒頭で申し上げましたとおり、括弧1番は具体的な数字が与えてないということは、任意の三角形の面積に関して、一定の値になると考えるのが普通です。であれば、1とか2とか符号を振る必要はないと考えるのが普通ですね。で、今一つは関数の形、上下関係ですが、きれいに見えます。4分の 1x 乗プラス2と4分の 1x 次乗、つまり2分の 1x の全体次乗と。が、対称関係、これは常に高等的にゼロに大きくなるというのが分かるなというところが一つ。で、じゃあ改めて三角形 OBI、HI をこのの求めようといったときにですね、A プラス B、A マイナス B の積の二乗の形、因数分解の形のような綺麗な形になっていて、目論見通り定数の1という面積が出てきますから、これは多分、問題ないだろうなと。で、この時点で、この問題は多分、その物の捉え方そのものを聞いてるんだろうなという直感が働くはずです。
まあ、行かない場合もありますけどね。で、カッコ2番で聞かれていることが、まあ、あからさまに、まあ、しばらく見てればわかるように、X 座標で積分しないだろうなと。で、しようとしたらやっぱり、まあ、そのまま、なんだろうな、カッコ1番で考え、その証明したことっていうのは、活かせなそうだなっていうのが分かりますからね。で、その時に、じゃあ物の見方変えて、求めたい面積どうやって変換すればいいだろう。あ、1プラス4は2プラス4と同じじゃないかと。見た時に、改めて逆関数を考える。考えるにあたっても、y1、y2 で表せって言ってるんだから、じゃあ y 軸で積分した方が、y 軸方向に積分した方がいいだろうと。まあ、自然の流れだと思います。物の考え方の切り替え方っていうのはですね。逆に、愚直で、腕力で押していこうという傾向がある。特に理系の学生だと、ちょっと腕力を過信する気概がありますから、やっちゃうとですね、逆にクラッシュするかもしれませんね。まあ、いずれにせよ、もう筋の良さが際立つ問題だと思います。似たような問題もありますし、節々細かいところを感じ取りながら前に進めば怖くないと思いますので、まあ、1番から4番、1番の難所は3番だと思いますけどね。第3番だと思います。その中ではかなり取りやすい方。まあ、一番まずいのは、1番か4番では一番まずそうだろうなと思うのは3番。で、その次が第1問。で、2番、4番はしっかり取れるだろうなと思いますので、この問題絶対落とさないようにしてほしいなと思います。9年から10年度の東大理科の数学第4問の解説でした。クラスオンクラウドの鈴木でした。